フランス革命戦争中の1801年の春に行われたフランス海軍による大規模な軍事作戦である。ブレストを出港したオノレガントオム潤帝徳率いるフランスの戦隊はエジプトで包囲されているフランス中東軍への増員を行おうとしており、3つの異なる作戦を立てたが地中海東部へたどり着くという目的は達成されなかった。 エジプト中流のフランス陸軍は1798年に始まったナポレオン・ボナパルトの遠征直後から窮地に立たされ続けていた。この1798年はナイルの海戦でフランスの地中海艦隊が壊滅した年でもあり、フランスの地中海への進出は最低限のものとなっていた。その一方で数に勝るイギリスと その同盟国の艦隊は、ほとんど何の抵抗も受けずに何カ所かのフランス海軍基地を封鎖し、あるいは敗退させた。地中海に送り込まれた。最初の航海では、この船隊は2月19日に、トゥーロンに戻り、艦隊に残っていた艦に必要な補給を行い、その1月後に2度目の航海で、トゥーロンを出航したものの、 悪天候とイギリスの封鎖の悪条件が重なったため、引き返さざるを得なくなった。三度目の航海では、実際に地中海東部に到着して、部隊をベルガジに上陸させたものの、エジプトを封鎖していたイギリス艦隊がうまく、フランス軍を撤退させてしまい、この計画は何ら収穫のないものとなった。七月十二日までには、フランス戦隊は、トゥーロンに戻り、この時点で、 作戦は中止された。ガントームはエジプトへの上陸作戦が失敗したにもかかわらず、単独のイギリス艦との一連の戦闘で勝利を収めた。その中にはフリゲートのサクセスや戦列艦、スイフトシャーとの交戦があり、この第三の航海での彼の戦隊の艦は、後に7月に行われたアルヘシラス作戦に派遣された。 結局、イギリスの封鎖を突破しようとして果たせなかった、フランスの無能により、エジプトのフランス中屯部隊はその年遅く、降伏するという結果に終わった。ブルメールのクーデター1798年の5月、軍艦と輸送艦からなる、大規模なフランス艦隊が、ナポレオン指揮下の3万5千以上の陸軍兵を乗せて、地中海を横切っていった。この陸軍兵の目的は、 エジプト侵攻であった。このエジプトは、その当時、名目上は、オスマン帝国の配下にあった。マルタ攻略のために一旦艦隊は、航行を停止し、その後さらに東へ進んだ艦隊は、イギリス海軍の保冷所、ネルソン少将の艦隊が地中海に入って、自分たちを追跡していることに気づいた。ネルソンの艦隊をうまくかわしたフランス艦隊は、6月29日に、 アレクサンドリアに到着し、直ちに上陸して内陸へ向かい、7月21日のピラミッドの戦いで、マムルークの指導者たちを破った。陸軍が奥地へと押し入っている間、フランソワ・ポール・ブリュイ・ディガリエ中将を率いる艦隊は、アレクサンドリア近くのアブキール湾に闘病していたが、8月1日の午後になって、ネルソン艦隊から発見された。夜が近づいてくるにもかかわらず、 ネルソンは直ちにフランス艦隊を攻撃し、3日間に及ぶナイルの海戦で11隻の戦列艦と2隻のフリゲートが破壊、または打破された。ネルソン艦隊から逃れられたのは2隻の戦列艦と2隻のフリゲートのみで、死傷者は3000人以上を数え、帰関・オリエントの艦上で戦死したブリュイもその死傷者の一人だった。フランスへ戻る航路が突如として閉ざされ、 ナポレオンはエジプトでの自分の地位を固めて北のオスマン帝国領シリアへ攻め込んだ。この作戦は当初はいくつかの点で成功したが、イギリスが海上派遣を握っていることで作戦にも影響が出た。沿岸の端気に上艦していた工場停団が捕らえられ、すべての物資を陸上げせざるを得ず、海岸近くで行われたフランスの作戦はイギリス艦から猛烈な砲撃を浴びた。 特に、アッコ包囲戦で、イギリスの砲撃は最高潮に達した。七百九十九年十一月、アッコで敗北を喫して、エジプトを追われたナポレオンは、第二次大仏大同盟相手の戦闘の状況が悪化しつつあり、その攻めを追うために、フランスへの帰還を決めた。ナポレオンは、わずかな人数の軍事顧問と共に、ムイロン、カレールの二隻のフリゲートで撤退することだけが、 可能だったが、エジプトに残したジャンバティスト・クレベール指揮下の中東隊にはヨーロッパから支援と増員を送ると約束した。ナポレオンはフランスに帰り着くことができ、1799年11月9日にブルメールのクーデターを起こして第一失勢であることを宣言した。クレベールの暗殺ナポレオンが中東やフランスの内政に救急とする一方でイギリス海軍は退去して、 地中海に戻っていった。1796年、スペインとフランスが第二次サンイルデフォンソ条約を結んでからは、イギリス艦隊は地中海から撤退していた。しかし、ネルソンのナイルの海戦での勝利により、フランスの脅威は取り除かれ、その年の後半には大規模な艦隊を展開できるようになった。マルタは包囲され、 イオニア諸島はトルコとロシアの連合軍に攻略された。その後この連合軍はエジプトの中東兵とも戦ったが、海戦で敗北したフランス部隊をヨーロッパへ戻そうとする交渉は決裂し、1800年3月、クレベールはヘリオポリスの戦いでオスマン帝国を破るも、その年の6月に暗殺された。フランス軍のモラルが落ちるにつれ、エジプトにおける 中東隊の状況もかなり荒んだものとなっていた。イギリスは1801年にエジプト侵攻を企てたが、この企みがナポレオンのいるフランスに伝わった。ナポレオンはフランス陸軍の再編成をうまく成し遂げ、イタリアにおける敵の進軍を交代させて、これにより大陸での戦争を終わらせていたため、ブレストにいるフランス大西洋艦隊に、 エジプトの中東兵を増員することを命じた。オノレガントウムエジプトへの増員のために組織された、この船体の指揮官は、純帝徳のオノレガントウムだった。ガントウムは、ナイルの海戦を経験していたため、地中海東部での任務経験が豊富であった。このガントウム艦隊の顔ぶれは、3隻の80門、艦戦列艦と4隻の74門戦列艦、2隻のフリゲート、 そしてラガーが一席でエジプト中流のダンソー下将軍式にある陸軍への増員として5000人部隊を乗せていた。この艦隊は配置革命鎮圧のためカリブ海に向かうとも噂されており、フランスの大西洋岸や英仏海峡の港に立ち寄るたびに艦隊による威嚇行動が行われた。これはイギリスの海上封鎖艦隊がどの艦が本当に航行していて、 どの艦が見せかけであるのかを判断する上で混乱させる狙いがあった。ガントームの船体は1801年の1月7日にブレスト出港を命じられたがこの建制作戦はうまくいかなかった。それというのもブレスト沖にはヘンリー・ファーベイの艦隊が張り付いていてラド3から出てきたガントームの艦隊を即座に追跡し始めたからである。何時間か経ってガントームは艦隊を ビレーヌ川河口の砲台のもとに避難させざるを得なくなった。ガントームは他の大西洋岸での軍事行動同様、この航海は単なる牽制行動であるとイギリスに思わせようとして、その数日後どうにか艦隊をブレスト港に滑り込ませた。色ワーか海1月23日、ブルターニ半島沿岸を大嵐が襲い、激しい北寄りの風がイギリス艦隊を ブレスト沖から話し、ブレストへの入り口を開けたことがガントームの大西洋への脱出に役立った。色ーズ海を抜けるとき、フランス艦は嵐によって散らされ、内ち何隻かがマストにかなりの損傷を負った。船体は2つの部隊に分かれた。主力は6隻の戦列艦、1隻のフリゲート、そして1隻のラガーがモンクース順昇に委ねられ、 ガントームは一隻の戦列艦と一隻のフリゲートを率いていた。イギリス艦がその場にいなかったため艦首は避けられたが、その後フランス艦隊は南西部のスパルテル岬にたどり着くことを期待しつつ、5日間に渡って航行した。しかし、フランスの両艦隊が出会ったのは嵐でチリジリになったイギリス艦だった。モンクウスの船隊がロバート・バートン指揮下のイギリスのフリゲート、 コンコードと1月27日午前9時にフィニステレ、岬の北東およそ75マイルでデクわした。コンコードは打破した、スウェーデンの商船を栄光していたが、モンクースの戦列艦とフリゲートのブラブールが調査のために近づいてきたので、その商船を放棄した。コンコードは、初めは前進してくる複数の艦を見て撤退したが、船体から6海里のところで、 単独で進んでいたブラブールと回戦すべく引き返した。コンコードのバートン艦長が近づくにつれ、ブラブールのルヨーギュスとドルドラン艦長はバートンに降伏を迫ったが、コンコードからマスケット銃の銃撃を浴び、両艦はそれぞれの原則を狙って接近戦を繰り広げた。戦闘は1時間半続き、ブラブールの艦隊の断片が落ちるのが見え、バートンは ブラブールが降伏することを前提に戦闘の中止を命じた。しかしそれどころかドルドラン艦長は援助のために艦の向きを急いで変え、コンコードはそれを追跡したが、コンコードの偽装がかなりの損傷を受けていて追跡を続けるのが不可能であったため、1月28日の午前3時にヨーロッパ方向へ向きを変えた。翌朝、彼方にブラブールの姿がまだ見えたが、 それにモンクースの艦が続いており、これ以上、ブラブールに攻撃を加えようとすることはかなり危険であった。コンコードの存在は244人の乗員のうち、4人が戦士、そして負傷者が19人だったが、ブラブールは10人が戦士で24人が負傷していた。負傷者の中には、片手を失ったドルドラン艦長もいた。イベリア半島における、 フィニステレ・岬の位の1月30日、スパルテル・岬沖で、二手に分かれた船体が再統合される少し前に、ガ岩頭ムが指揮する2隻は、イギリス艦に遭遇した。この艦は、小型の河川、インセンディアリーで、指揮艦は、リチャード・ドーリング団だった。インセンディアリーは、自分より、大きなフランス艦には抵抗できず、乗員が脱出した後、この艦は火をつけられ、 フランス艦から沈められた。再統合をされた船体は共に南を目指し、2月9日にジブラルタル海峡に到達して、何ら抵抗を受けることなしに、そこを通過した。地中海では多くのイギリス艦隊が任務についていたが、ジブラルタル当局には、元島もの作戦に関する知らせは未だ届いておらず、近くに居合わせたイギリスの基地の沖に闘病中の シュルダム・ピアード式の32門、フリゲート・サクセスのみがフランス戦隊の動きを観察していた。ピアードはフランス戦隊がエジプトに向かっていると正しく推測しており、後を追うことにして2月10日の丸1日間、フランス戦隊を尾行した。その日、フランス戦隊は10門カッターのスプライトリーを捕獲して沈めていた。その夜、ントームは アルボラン海の出があった岬の沖でフランス艦を止めて呼び集め、そのためピアードは無意識のうちにフランス船体を追い抜いてしまった。そのため2月11日の朝にはフランス船体はサクセスを追う位置にいた。キース卿、ジョージ・エルフィンストーン3日の間、ピアードは北から東に航行し、微風で艦が進まなかったため、何度かフランス艦隊を見失い、 ガントームの艦が水平線の彼方に再び現れるのを信じた。2月13日の夜明け、自分たちが結局は打破されて敗北すると分かった。ピアードは西の方向へサクセスを逆行させた。そうすることでガントームを探しているイギリス艦隊の方へフランス戦隊を導くことができるという期待があった。この計画は失敗した。正午に入って、 完全に風がやみ、15時には2隻のフランス戦列艦が射程内に入ってきた。絶望的なほど数で劣るサクセスは、それ以上の抵抗をやめて降伏し、フランス戦隊の艦、スクセとなり、乗員は他の艦からの文献隊が送り込まれた。ピアードと他の乗員は、ト頭ムの機関であるアンデビージブルに、インセンディアリーやスプライトリーの捕虜と共に乗艦し、 地中海のイギリス艦隊の動きについて詳細に尋問された。ピアードも尋問され、元東部にエジプトの侵攻が進行中であること、地中海東部がジョージ・キース・エルフィンストーンの強力な艦隊とジョン・ボルラース・オーレンの戦隊の支配下にあって、この両艦隊とも進出規模であり、フランス艦を打破していると告げた。スペインにおけるカディスの位置、 ガントームが捕虜たちから集めた情報は大半が嘘だった。キース式下の大規模な遠征軍を乗せた艦隊は地中海を航海していたものの2週間以内にエジプトに着く気配はなく結局到着したのは3月8日だった。この時ガントームは気乗りのしないオスマン帝国との同盟、そして悪天候に手を焼きつつピアードにイギリス艦隊は カラマニアとアナトリアのどちらに闘病しているのかを問いただした。加えて2月いっぱいガントームの船体には密かに尾行する者がいた。2月3日にコンコードがプリマスに到着し、海軍本部のジョン・ジャービスのもとに急報がもたらされ、ジャービスは6隻の戦列艦、2隻のフリゲートと1隻のブリックで速度の速い船体を編成するように命じ、それをガントームの艦の捜索のために派遣させた。 この戦隊の指揮官は、ロバート・コールダーであったが、速度の遅い二等艦に乗っていたため、尾行のためのこの戦隊は甚ははだしく、速度を落とした。いずれにしても、海軍本部は、元頭部の意図を測り違え、結果として、コールダーの戦隊に、西インド諸島への航行を命じ、コールダー戦隊はこの作戦でそれ以上の働きは、なかった。カディスを、戦隊の拠点とするウォーレンは、 2月8日にガントームの船体が通過したことを知り、ジブラルタルへ向かうガントームを尾行し、2月13日にミノルカ島へ出発し、2月20日に到着したものの、フランス艦らしき影はなく、その後3月にシチリアに立つ前に、フランスとナポリ王国との間で、早いうちにフィレンツェ条約が結ばれるという情報を耳にした。実際に自分たちを追う艦はいなかったにもかかわらず、 ガントームはピアードから集めた情報におじけづき、船体にトゥーロンへ向かうように命じ、それ以上イギリス海軍とは接触せずに2月19日に帰港した。ナポレオンはガントームがエジプト沖ではなくトゥーロンに闘病したことを知り、猛烈に起こって船体に海に戻って命令された通りの任務を完了させるように命じた。同じ任務でロシュホールを出したフリゲートの アフリケーヌが1801年2月19日の海戦でイギリスのフリゲートのフィービに地中海西部で脱砲されたことでナポレオンの怒りは余計に高まった。自分の出した命令をより確かなものにするためナポレオンはジャンジェラール・ラキュエ将軍本人を船隊へと送り込んだ。ガントームはアレクサンドリアへすぐ向かうように命じられ、 もしエジプトの港がイギリス海軍に攻撃された場合は、ラサミサキとトリポリの間の上陸可能な場所から上陸し、地上からアレクサンドリアに向かうようにとの指示を受けた。ガントームは、ラキュエが命令を受けて、すぐの3月19日に出港した。この時は7隻の戦列艦と3隻のフリゲート、そして物資を積んだ3隻の商船だった。トゥーロンを出てから数時間のうちに、 この船体は激しい強風に見舞われた。戦列艦のうち一隻がメインマストを失い、トゥーロンへ戻った。他の艦も散り散りになった。このバラバラになった船体は翌朝イギリスの海上封鎖艦隊に発見された。軍艦は追跡を逃れたものの、孤立した小船一隻がイギリス艦ミネルブに打破された。3月25日には、 三隻を除いて、ガントームの船体の艦はすべて修復され、南の方角へ、ティレニア海を通ってノロノロと進路を進めていた時、シチリアから戻る途中のウォーレンの船体へ、まっすぐに突っ込んだ。ガントームは南西に向きを変えて逃げ、ウォーレンはそれを追った。ウォーレン船体のより速度の速い艦が、フランス艦を追い上げたが、速度の遅い艦、特にジブラルタルや、 アテニエンは遠くへと落語した。船体が二つに分かれそうなのを気にしたウォーレンは、艦に速度を落として、夜の間に、フランスの視界から消えるように命じた。この一時休戦で利を得たガントームは、暗闇に紛れて北へ向かい、またも、トゥーロンを目指した。地中海ガントームがまたしてもトゥーロンに戻ったことを知ったナポレオンは、再び命令を発し、海に出て、 本来の任務であるエジプトの中東隊の物資を輸送するように告げた。4月27日、フランスの船体は3度目となる遠征に出た。この時は7隻の戦列艦、2隻のフリゲートと1隻のコルベット、そして2隻の物資輸送艦で構成されていた。エジプトに向かう前に、ガントームはまず、リグリア海のエルバ島沖を航行し、船体に、 ピオンビーノからこの島を横切らせ、すでに包囲中であったポルト・フェラージョ以外の砦をすべて時間をかけずに抑えるという地の利を生かした作戦を成功させた。ガントーム戦隊は5月6日にポルト・フェラージョを爆撃したが、船体内でチフスが猛威を振るったことから作戦上の効果は大いに減少した。そこでガントームは船体を2つに分け、 うち四隻に病気でない乗員を乗せて南へと向かわせた。一方、ホルミダブル、アンダンタブル、ドゥゼ、そしてクレオールの四隻は乗員で一杯でうまく動けず、トゥーロンへ戻された。船体を編成し直したガントームは5月25日にメッシーナ海峡を通った。そして6月5日にブリンディジの沖でジェームズ・ヤング指揮下のイギリスのフリゲート、ピクを見つけて、 あとを追ったピクはアレクサンドリアまでの逃走が可能で、ガントームの接近をキースに警告していた。ブリンリジオキでの計画されたナポリのフリゲート3隻との合流では何も起こらず、6月7日には船体はエジプトまで十分近くの距離に来た。ガントームがコルベットのエリオポリを派遣してアレクサンドリアの様子を探らせたからだった。6月9日、エリオポリは エジプト沿岸について、すぐさまイギリスの戦列艦、ケントとヘクター、そしてその前日に、キースの艦隊から派遣されたブリックの追跡を受けた。イギリス艦の圧力にさらされたエリオポリの艦長は、アレクサンドリア港内の、なおも、フランスの支柱にある安全な場所を探し、閉ざされた狭い空間に艦を入れた。その間キースは、6月7日のヤング艦長の報告に、 基づいて行動しており、残りの艦を連れて、西の方で、ガントーム船体の捜索をしていた。エリオポリが戻らないので、ガントームはこのフリゲートが打破され、アレクサンドリア港沖には強力な敵艦隊がいると、決めつけた。エジプトへの上陸それ自体は、不可能だと思い込んでいたガントームは、それ以外の場所を探して、船体をベンガジにつけ、 そこで兵士たちを降ろすことに決めた。その当時ベンガジは小さな町でトリポリとアレクサンドリアの中間に位置していた。しかし地元住民が民兵を組織してフランスに抵抗し上陸用の海岸は民兵の管理下で実際には使えなくなっていた。ベンガジにちょうどフランス戦隊が闘病した時キース艦隊の最初の艦が東に見えた。 ガントームはひどくうろたえ、艦長たちに怒り綱を切って西へ逃げるように命令した。うち2隻の輸送艦は他のよりも遅く軍艦から置き去りにされ、その後でバレンタインカラードの快速フリゲート、ペスタルに打破された。ガントームの船体で艦で逃げ切れた者は徐々にキースの追跡から離れ、6月24日にデルナ岬の沖を走っていた。 北西に艦が見え、ガントームは、船体の艦に、追うように命じた。この正体不明の艦はどうやら、ベンジャミン・ハロウェル艦長を率いるイギリスの戦列艦、スー・ウィフトシャーのようだった。この戦列艦は、キース艦隊から、ウォーレン船体に、ガントームの船体が、東地中海にいると警告するのが目的だった。スー・ウィフトシャーは、ガントムから逃げようとして、 一層死に物狂いになり、連続した策略を仕掛けようとしたが、この間は、修復がうまくいっておらず、内部で反乱が起きており、短期間砲撃を交わした直後に降伏せざるを得なく、なった。ハロウェルの警告を受けられなかったウォーレンは、岩頭ムの帰還を阻止できず、フランス戦隊は7月22日、イギリスの邪魔を受けることなく、トゥーロンに戻った。アルジェシラス湾の海戦 エリオポリは、ガントーム戦隊の中で、エジプトの中流地まで達した唯一の艦であり、独自に航路を切り開いて3月1日に到着したフリゲートのレジェネレイやコルベットのロディと合流した。これがエジプト中流軍への最後の増員となった。ガントームの支援もなく、地中海東部はイギリス海軍が抑えていたため、フランス部隊はイギリスの遠征隊に数で下回り、 1801年の夏にはこの作戦で、乾杯して、アレクサンドリア降伏条約に基づき降伏した。最初の目的達成にはことごとく失敗したものの、ガントームの海軍部隊は、イギリスに叩きのめされた、フランスの地中海艦隊の増員を行った。この艦隊は5月にエルバ島に派遣され、その後7月にアルジェシラス湾の海戦で、別のイギリス戦列艦を打破した。 しかし、フランスとスペインの連合艦隊は、この海戦で大きな敗北を喫した。ガントームはナポレオンから批判の矢表に立たされたが、歴史家のウィリアム・レアード・クローズは、1900年の著作の中で、ガントームは、自らの戦隊をイギリスからの圧倒からよく守り、特にベンガジに上陸を格作していて、イギリス艦隊から圧倒され、自国の闘病した艦は、 海岸近くにいたという、ほぼ、ナイルの海戦と同じ状況の再現下に置かれていた、間は、よく守ったと考察している。この無鉄砲な作戦、クロウズが言うところの、狂った考えは、ガントームの選択ではなく、ガントームが二度目の遠征で出航する前に、ナポレオンによって命じられたものである。クローズは、ガントームの慎重さにより、ナポレオンの無謀かつ衝動的な海軍戦術に、 従うよりも母国の軍の被害が小さくなったとみなしている。岩東ムはその後間の指揮を取ることはなかったが、地中海艦隊の艦長となり、1802年3月のアミアンの和訳後はトゥーロンの知事となった。ありがとうございます。